その行動は病気が原因ではありません。精神科医樺沢志音の樺チャンネル、今日は質問いただきました。46歳男性、南国店長さん。19歳の娘が自閉症です。引っ越ししてから環境が変わり、親に暴力を振るい始めました。元の環境に戻れば暴力を止められますか、ということなんですけどね。言っていいのかなこれ言っていいんでしょうかねこれね。一言で言うと甘えですね。依存と言ってもいいかもしれないけども、よくあるんですけど、この自閉症だからとか統合失調だからとかアスペルガー病だからとか、こういうのやめた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。やめた方がいいのはどういうことかというと、例えば19歳の自閉症で暴力を振るう人もいるし、自閉症だけど暴力を振るわない自閉症の方もたくさんいらっしゃるわけですよね。そうなってきた時に、なぜこのお子さんは暴力を振るっているかってことが重要なのであって、自閉症かどうかっていうのは私はほとんど関係ないんじゃないかなというふうに思うんです。例えば認知症のお年寄りなんかでも同じです。認知症のお年寄りはものすごいたくさんいますけども、暴力を振るう人はほんの一部分なんですよ。認知症ったら暴力というイメージがあるかもしれないけど、例えば全認知症の中で暴力を今振るっている人っていうのは 1% 以下ですよ。 0. 何%です。そうなってきたらそれって病気のせいなんですかっていう話ですよね。病気のせいではなく、その人の個別の心理反応として考えるべきです。ただそれっていうのは、病気の人の場合はその心理反応が大きく出やすいわけですよ。普通の人よりも確率的にも出やすいし、出た場合は大きく出やすいっていう、極端に出ちゃうっていう部分はその病気の影響っていうのはあるかもしれないけど、出る出ないに関しては、自閉症の人と 90% 以上が暴力を振るってんだ、それは病気のせいだって言えるけど、そんなことありえないですからね。だからこの方の場合はそういう環境に対する反応として暴力的なものを出してるってことで、そういう暴力とかそういう問題行動っていうのはなぜ出るかっていうと、相手をコントロールするために出すわけですね。相手を自分の意のままに動かしたいがために出すわけなので、逆にそれを元の環境に戻したりすると、余計いろんな意味で暴力であるとは、他にこう親をね操作するような行動っていうのがどん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 エスカレートしてくるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。だから元の状態に戻すのは絶対やめた方がいいですね。引っ越ししたことが原因ではないはずですよね。他にもっといろいろな彼女がストレスに思っていることっていうのがあるはずなのですよ。そこに対してもっとよく話し合うというか、あるいはよくおもんぱかるというか、推測するということも含めてね、もうちょっとよくコミュニケーションを、自閉症だからコミュニケーション取れないっていうふうにおっしゃるかもしれないけど、コミュニケーションって言語コミュニケーションだけじゃないので、非言語的なコミュニケーションも含めて、スキンシップだけでもコミュニケーションですから、そういうことも含めてもうちょっとコミュニケーションを見直された方がいいのかなというふうに私は思います。特に自閉症のような言葉があまり喋らない方、あるいは言葉によるコミュニケーションが下手な人ほど、非言語的なコミュニケーションでのアプローチの方が効果がある。ただ一緒にいるとかね、一緒に座って隣同士でお茶を飲むとかね、何も喋んなくてもいい。あるいは心配してるんだよって笑顔で言ってあげるだけでもいいですし、作用反作用なので、ネガティブなエネルギーをぶつけた時にこっちもネガティブなもので返すと余計大きくなるということがあるので、どちらかというとそういうパターンにはまられてるのかなという気はちょっとしますね。ということなので、もうちょっとコミュニケーションを少し見直されるってこと、コミュニケーションというのも何を言えばいいのかではなく、どういう雰囲気であなたのお子さんと一緒にいますかとか、そういうことですよね。楽しげな雰囲気で一緒にいるんですか、戦々恐々とした雰囲気になってるからやっぱ暴力って出るんじゃないですかっていう部分があるので、そういった意味でもう一度お子さんとのコミュニケーションを見直していただきたいな。暴力を出すのは自閉症が原因だからではございません。自閉症は多少の増強要因としてあるかもしれないけど、それが 100% の原因ってことはありませんので、もうちょっとコミュニケーションを見直されるとすごく良くなるんじゃないかなというふうに思います。精神科医樺沢志音の樺チャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。